え、味方を寄せるスカーズ、時間を稼ぎたい。まずはロブ。あー、ただラズが落ちましたね。止まりますか。4名で一旦アブソルトジュピターは進行を止めて、ここで一気に攻めます。よ、死んだ、ダブルキル、バース返して、ロブがダブルキル。アブソルトジュピター残りはクロー、ワンオフォーです。そしてここは一旦 B メイン、そしてロビーまで引いていきます。タイム22、ここでよく当てたマリン、最後はさばき切ってです。さあ釣り当たりでは両太、そして先頭姉がバースを落とします。 B 側ではマリンがらず、タケジェ中央に戻ったところ、タレットが反応、位置はバレています。一人でも削れればというところ。さあここは両太を仕留めましたが、最後は死んだ。ここはしっかり待つアブソリュートジュピター、そしてロブ飛び出すのダブルキル、スウェットショットブレイズでラズが射速を切っていく。カーボール、さらにカーボール、仕留めきるか、上からラズ、タレットが設置、1キル取られたらまずい。ラインとバック上がります。ゆっくりと立ち回る2オン4、タレット破壊、レイダーも後ろを追いかけます。レイダー1人2人さばいて、どうだ、3人目取るか、ワンオン2です。パラノイアが刺さってクラシック飛び出したところ、新田が守りきる。死んでます、これ、はい、6段あります。ここで設置に入るのはアブソリュートジュピター、ラズ、リョータ、キルトレード4対4です。後ろはレイダーが見ている、捉えられるか、いや、リョータ打ち勝った、リョータが打ち勝ちます。ちゃんとフラッシュも入れている。タケジェバリアオーブの上から見ている。シンダーが取り返す、ショーストッパーは来たのバース、6段相手の足止めになるか、しっかり溜めてからの B メイン、ワンオンス、アデが1人返してワンオンワン、6段の中、どうだ、クローが最後は仕留めていく。取り切ったのはアブソリュートジュピターです。ブレイズアルティメット打った、ローリングサンダー来てますね、はい、ただそこ入ってません。死んだ、まずは1人、タケジェが1人さばいてからのリザレクション、ラゾを戻します。正面のリョータもさばく、レイター、レイターキルがつながります。ワンオンファイブ、残ったのはアデ選手、これはいきませんかね。サスカーズとしても先ほどからミッド入ってるのは分かってますからね。いや、ジャンプピーク、そこを抜いたのはマリン選手、バカバカ起こしてる。これで一人でレイタ選手が釣って3名を引っ張っています。スクラッシュポイント、避けて避けて、両太が取り返す、体力が33まで削られました。ホームとジュピター3名を迎え撃ちます。入ってきたところ、まだアドベンチャーバレていない、バスがカバー、気をつけな。 B サイトを占拠したアブソリュートジュピターでハンターズキューリー、まあ、これで設置をさせないために遅らせますけども、残り10秒です、倒せない、あと10秒。さあそしてフラッシュポイントもあと1つ、ショックボルト、うわ、ハンターズキューリー、クロー2人は映っている。これがビジネス相場だ、2人目とはいきません、ただ十分に削ったでしょう。あえて設置はさせましたので、インファイト、フラッシュポイントかな、なるほど、2人持っていった、スウェットショット、フラッシュ出した、そうですね、上のリョータと合わせていきました。レイダーがそのリョータをさばいて、バース、どうだ、守るか、さあ死んだ、スペクターでバースを抑えます。いやー、レイダーだけど、バリアオーブの上ではレイタがしっかりとオペレーターを当てています。壁がなくなったところ、回答まさのレイタ、レイタ、レイタ、さあ2オン2、会場に入れない、大丈夫だ、クラウドバースト、スモークの時間は短い短い、やられた、エース5キル。釣り手の勝負、ショックボルト、テールミド、マリンが入ってくる、まずは1人、体力が削られました、残りは30、3対4、3対3、ローが強い、ダブルキル、落ち着いています、相手を引き込みます、アディが返す、ただまだレイタとタケジェ、レイタがプレッシャーをかける、会場を鳴らす、ジャンプダブルピーク、どうしようもない、どうしようもない、出てこない、最後はクラシック持ち替えますが、最後はタケジェがオペレーター、しかしながらバースを抑える、ラズ何回ライトバック使うんだ、さあノックバック、ノックバックしながらのヘッドショット、タケジェも追いかける、コーテラズ、そして東証タケジェ、この2人が A サイトをこじ開けました、3対4、アデバリアオーブも貼られています。これがクラッチキングか、サイトに行く手段がありません、うわ、後ろからはレイター、オペレーター、優勝レイター、そしてまたタケジェと、スイッチしながらスカーズを抑えていきます。前半8対4での折りかかかっています。塩マーケットの勝負、まずはタケジェファーストブラッド、マリンが1人フレンチで返します、クラドバーソ、そこに詰めてきたところシンダがカバー、さらにマリンがタケジェを落とせ、クローが B サイト、
ワンオスリー、まだクローが残っています。ここでのリコンボルト、中央レイタがシフトチェンジしてきたところ、ワンオスで狙いますが、カバーしてきたマリンを倒して、さらにはアネモン、キャリアがドロップ、最後はクロー。後半ファーストラウンドを取ったのはアブソリュート。スカーズ3名で中央マーケット、まずは割ってフラッシュポイント、これでレイタがいつ裏を詰めるのか。シンダー先頭、竹勢を抑えています。クローの場所もバレている、そこ突破したリョータ、レイタ後ろからまずはクラシック、わーでもヘッド入った、足が止まる。マリン、レイタが顔を出すのをしっかり待っています。ただジャッジ、そうなんですよ、この距離感どうだ、しっかりと決め打ち、逆転のチャンスあるか、痛いんですけども、これラストぶつかるぞ。さあしっかりと味方と合わせて3名でプッシュしていきます。ラズを抑えて残ったバース、中央一人でも削りたいところではありましたが、最後はマリン、なるほど、あえて打たずに割れるのを待つのか。頭が見えた、竹勢スローブで進行阻止します。つかず前に出れません。フラッシュポイント、ジェットテールウィンド、またもや分担されてしまっている。さらにスローブ、前に出れません。フォールトラインも避けている。後ろはレイタ選手、囲まれてますね。ワンオンフォー、待て、リロビをクリアリング、あと30秒、いつレイタが詰めてくるかわからない。あと中央にはあまり行ってないですが、ダークカバー中にはレイタ、これが常人の動きです。しかも食らってない。さあ忍びレイタ、そして中央からはラズ、リロードのタイミングありません、ね、あれがワンショットワンキル、そしてまたレイタ、そこをカバーしたのはロブ選手。いや、お互いデスマッチが開始、中央ではクロー落とし切ってマッチポイントに、ラズ選手がカバー、うん、なのであれによって、まあ、スカーズはセンターに集結していたのが逆に、まあ、苦しい状況になってしまった、はい、まあ、人数削るという動きではジュピター、まあ、相手の動きをかなり、まあ、なんだろう、集めますか。あ、バリアオーブの上から、いやー来たよクラッチキング、ヒロビのシンダー落としてそのまま前に進めます。3人でプッシュ、バースがロボとしてアデがバースを返します。中央制圧、残り1名、さらに竹地、残ったのはスカーズ1名、マリン選手、キャプテンマリン、ワンオーフォー、オールドローンはおそらく見えてはいません。バレてないですね。リザレクション、どのタイミングでマリンが動き出す、まずは中央リンクとの勝負、やられたくない動きをやってますよね、うん、そしてアルティメット状況的にも非常にアブソルトジュピターが有利か。両太選手のフォールトラインで相手をスタンをかけていくところなんですが、マリンまずは1人飛び出してきたところ、マリン、マリン、ロブ、相手の位置を捕捉できません。ここから B、 C 行かないの。さあシンダが竹勢を落として、当てがレイタを落としてパーフェクト、素晴らしい。箱上にアフターショックからマリン選手、相手が寄ってきたところをしっかりさばいていく。ただ着地と同時に攻めてきた、タイミング合わなかったか。ただいいスモーク、ヘッドショット当たってはいましたが、アデがカバー、ここもシンダからオールドローンで、まずワンピック一人締めてからのパラノイア、お互いにフラッシュが飛び出す、そこにテールインド、マリンが入っていく、武器を1本明け渡す形となりました。さらに A サイトにソロは待ったなし、うん、らしいですね。アップドラフトクラウドバースを2つ取り返しにはまだ向かえません。アブソリュートジピタートレイルブレイザーで A サイトの様子を見に行く、タワー上との勝負、ワンオンワンのトレード、結果的には3オン3です。リョータフラッシュポイント、サイト裏まで取りに行きました。タワー上はバース、リョータが正面、竹地を抑えて、さらにクローの視界を奪っていきます。バースがタワー上から A ロングに、ただ見られています、情報あります。1人さばいてワンオン2、ピンザタルト破壊、その下から飛び出した、シンダー選手、スティンガーではありますがバースを抑えている。ローリングサンダー、両太、そう思いは届くか、バースがノックバック、ただそれでもフルオート、バースはペイントだ、しっかり刺さっていました。ラズがカバー、ラズが下水道を守り抜いている。ワンオスリー、残ったのは両太、スパイクは A サイトの手前で落ちています。まずは1人、2人目が出てくるか、いやここは飛び出し、飛び出さなかったアブソリュートジュピター、しっかりと最後はクロー、ヘッドショット、そうなると目標は A サイト、これはジュピターの手の平の上で転がされているのか。マリンがこじ開ける、
ダブルキル、アップドラフト、この音は聞こえています。ジュピター側も分かっています。ただタキシーが入ってる。下では両太フラッシュからクローを抑えます。フォールトライン、タワー下は分かっている。最後は両太、エルダードラゴンルでフロート、ダメージは出してます。体力正面での勝負ですが、シンダーロブ落として一旦ここはガレージの侵入を防ごうというところですが、マリンが宙を舞う。正面での両太、上からマリンが打ってくる。クロー両落とし切った。ただ後ろからアレガカバー、シンダー選手のロックダウン、ロックダウン。そしてジュピターは捕まらない。ワンオンワン取ったのはラズ選手、ロックダウン。ただサイファントラップがあるので、おっと、シフトしてきたレイター。ここを落としたのはリョータです。そして2本のワイヤートラップが引かれています。そこ破壊、なるほど。ただラズがカバー、ワイヤーが切られたのは分かって、エイリンからリョータを落とします。スローブ広がれない。スカーズ中央ウィンドウは取れています。ただ各リンク側には広がることができません。アブソリュートジュピターがしっかり封鎖しています。飛び出してクロー、 B のマリオを抑えてスカーズ耐えれるか。ニューラルセフトダメ押しか。バースが飛び込んでいく。さらにはフラッシュから飛び出したバース、ジャッジ、ハンターフューリーのロム解除はさせないぞ。ジャピター、どうだ、ワンオスリー。ただハーフまで入っている。バースも手前でリコンボルト関係ありません。ジャッジでさばけるか。最後はロム、ラズセ警戒によりバース、ジャッジ本来ならばジャッジだと、まあCガレージが多いんですけども、はい、まあ、フラッシュがあるので、うん、ああいうフラッシュが刺されにくいところで落ちましたね、はい。そしてさらに2人目を中央でレイタが落として出てきたところを死んだ、スモークから死んだを落としました。これで A の侵入、 B の侵入を防いでるのはアブソリュートジュピターです。5対2。しかも2名縦壁があるんで破壊しないと取れないですよ。フラッシュポイントからリンク入れます。避けれているが、そのタイミングロブがしっかり仕掛けている。壁抜き、リコンボルト、さらにフラッシュポイント、飛び出すところ、レイターは見えていない。ただ1人だかというと、まあ、この A ロングであったりとか A ショートがどうしても A サイトまで詰めてないんですよね、はい。基本的にはショート側前上で守ったりとか、はい、ロングをしっかりと覗くことによってサイト内に侵入させてないんですよ、はい。なので、まあ、そのサイトに侵入させない動きで素晴らしいオールドロングです。ここでラズの位置が分かりました。4名からの4名でも C ロング取り返し、ローリングサンダー小部屋を落としていく。竹勢レーター、うわしかもうまい。バースがショーストッパー飛び込んで両端を抑える。ワンオンフォー、残ったのはマリン。頭が見えた、まずは1人、ワンオンスリー、見せろマリン。どうだ、2人目、おっとブレンストームテールウィンド、アップドロップ流れる。そこを捉えたのはレイター。前半ラストラウンド、アブソリュートジュピターが会場に向かい、ゴールドのロブが入れていきます。視界を取る。そしてあれが守れるか、下水道。体力27まで削られましたが、生存してれば、生存してればまだこれからも展開考えれますからね。アフターショック、味方からのカバーをしっかりもらって、レイタが裏を取っている。ロングを進行しています。フラッシュポイント、ロブ、リョータ足止めしたいところ、竹勢が入ってくる。リョータ止めきれない。うーん、1人ずつ行ってしまっている。5 on 2 1 on 5、常に位置を変えていき、最後は3名で待ち構える。近づけません。うわー、これは時間稼がれてますね。うーん、黒のスローブ、さらにスローブ、相手はアフターショックを見てのスローブ。そしてタワー上はラズが抑えます。リコンボルト、人数差よりのスカーズがまた一人、また一人、また一人と血を這う。ガレージを確認、そこから顔を出してきた信頼に対してクローがさばきます。そしてマスターなし、ノンストップで C サイト、あれ逃げるか、勝負するか、先に勝負。ヘッドショット一人抑えて、止まったジュピター、パラノイア、おっと入れ違い、どうだ、タケジェがアデを抑えました。逃げても無駄。さあここでラズが相手を捕捉。いやー壊してる。ラズからは誰一人逃げ切れません。シーカロブの位置も分かっている。トリプルキル、ラウンド9本目、アブソルトジュピター。これをうまく使えるか。ロブオールドロン、バース、時間を稼げます。バース、この声だけでもスカーズは前に出れません。ロケットフィーザー10秒間展開です。バース、かかってこいよとブラスパックで上がります。ここは対策できているスカーズ、返してフォールトライン、さらにブームボット、テルウィンド、マリン正面での勝負、クローがヘッドショット。ここは 2人目3人目とバースが抑えてきます。残ったらアデ、ワンオフォーです。ガレージ、正面見るところが多すぎる。最後はラズヘッドショットでアデを抑えて11本目。
そして B バッカーにおそらくその近くにいるんじゃないかなという方向入っています。そしてシーリングおっとナノサーブ竹地でダメージ入っています。ただあまり多くは引きません。ラズカダブルキル残ったのロブ1オン3次のラウンドにつなげる判断です。オペレーターのみ回収。このオペレーターがどう関わってくるか。いやー今ラそうですね、ラズ選手の動きも良かったですし、はい、じゃあ、ローリングサンダーによって、はい、まあ、このラウンド取れたんですけども、はい、アルティメットを頼って、ラウンド取れてしまう、まあ、これだけで取れてしまうになっちゃうとダメなんですよ、はいはい、アルティメットがないときは取れなくなっちゃうので、はい、まあ、このアルティメットがないラウンドでどう対応するか、うん、まあ、今の確かにアルティメットの使い方は正解ですね。そうですね、ローリングサンダーを放ってからフラッシュポイントでカバーでしっかりシンダー選手が前に出ると。まあ、そして12対7 3つアルティメット上がってるのでうまく使いたい。6ダウン死んだ。これは放つしかありません。ジュピターを包囲するか。裏から笑わずそこを抑えれるか。ラザ止まらないか。フォートラインアフターショック後ろのラズにもフラッシュポイントで対応する。おーしましたね。見事ですね。ニューラルセットを放っていますが、あとは中だけ。さらに4号2人も見えている。竹杖が入っていく。ガイドシュハーフまではいった。ドドンかワンオーツー最後決めた。クダウンハンターズフューリーマリン負けれない。このシーロングオペレーターでの勝負です。レイタもこれはマリン VS レイタですね。見てますよ。お互い動きません。何か感じてますね。